SP 水曜劇場をご覧の皆さん、こんばんは。バブレルリグルの武田桃子です。バブレルリグルの旗揚げ公演、歌えるヒトラーをご視聴いただき本当にありがとうございます。あれはもう2018年のことなんですよね。あの時がなんか大阪の稽古中に北摂の地震とか水害とかってすっごい大変やった年なのを思い出しました。今年も本当にそれ以上に大変な年なんですけど、なんとか一本作品をやりたいと思います。それで告知をさせてください。関西演劇祭というものにバブレルリグルに参加させていただきます。21時蓬莱館という45分の小作品をやる予定になっております。日時が11月22日、24日、27日で、ワンチケットで2人劇団を観劇できる対バン方式のイベントになっております。チケットの料金や感染対策など詳しくは関西演劇祭で、検索してみてください。よろしくお願いします。